暑いですから。いいえ、天気が良くても行きません。暑いですから。接下来请看例题二。夏休みになったら台南へ行きたいです。夏休み、暑假。夏休みになったら、一放暑假的话，台南へ行きたいです。台南，行きたい，想去，想要去台南。一放暑假的话，想去台南，请跟自己老师念过一遍。夏休みになったら、台南へ行きたいです。夏休みになったら、台南へ行きたいです。夏休みになったら台南へ行きたいです。夏休みになったら台南へ行きたいです。夏休みになったら台南へ行きたいです。そうですか。台南はいいところですよ。そうですか。这样子啊。台南は台南いいところですよ。是个好的地方，请跟自己老师念过一遍。そうですか。台南はいいところですよ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 。食べ物が美味しくて、お寺もたくさんありますよ。食べ物、食物、美味しくて、又好吃。お寺も、寺廟也、たくさんありますよ。也有很多。東西、好吃、寺廟有很多。请跟自己老师念过一遍。食べ物が美味しくて、お寺もたくさんありますよ。食べ物がおい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 しくて、お寺もたくさんありますよ。接下来请看例题三。郷さん、チャンスがあったらみんなでスキーに行きませんか。郷さん、黄小姐、チャンス、机会。チャンスがあったら、假如有机会的话，みんなで、大家，スキーに、滑雪，行きませんか。要不要喊大家去滑雪呢？黄小姐，假如有机会的话，要和大家一起去滑雪吗？请跟日老师念过一遍。こうさん、チャンスがあったらみんなでスキーに行きませんか？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 いいえ、チャンスがあっても行きたくないです。私はスポーツが嫌いですから。いいえ、不、チャンスがあっても、即使有机会的话，行きたくないです。也不想去。私は、我、スポーツ、運動。スポーツが嫌いですから、因为很讨厌运动。不了。即使有机会的话，也不想去。因为我不喜欢运动。请跟着老师念过一遍。いいえ、チャンスがあっても行きたくないです。私は、スポーツが嫌いですから。いいえ、チャンスがあっても行きたくないです。私はスポーツが嫌いですから。いいえ、